はい、どうもこんにちは、渡辺です。今日はですね、 iPad mini 6用のですね、新しいケースが出たんですけども、ちょっとこれね、今回のケースはもう普通のケースを飛び越えちゃってますね。そもそもこの iPad mini 6っていうのはですね、ワイヤレス充電とかできないんですよ。ていうか iPad って基本的にワイヤレス充電はできません。有線で、充電する必要があるんですけども、まあ、今回登場した新しいケースを使うと iPad mini 6をですね、ワイヤレス充電できますっていうね、そういう製品になってます。今回レビューしていくのがこちらになります。はい、こういうちょっとね、尖ったことをやってくれるのはピタカなんですよね。はい、今回ピタカの新製品ということでレビュー用のサンプルをね、送っていただきましたので、ちょっとこれから実際にですね、どんな感じで使えるのか、チェックしてみたいと思います。では行ってみましょう。ピタカのこの iPad のアクセサリーってね、めちゃくちゃ利便性上がるんですよ。iPad Pro のスタンドとケース使ってるのが、それこそこれですね。はい。マグイージーケースですね。こちらを使っていて、マグネットでね、実はこちらの後ろにくっついてるっていうね、ケースと充電スタンドを使ってます。まあ、これによって、まあ、iPad Pro があって、まあ、こう横もいけるし、まあ、全方向ですね、こういけるし、まあ、角度の方もこう調整できたりとか、すごい使いやすくなるんですよね。はい。だけど、このケースとスタンドの場合は、iPad の方に充電することはできないんですよ。はい。一応、ワイヤレス充電下についてますが、まあ、これまでのね、スタンドの場合は、この下にですね、スマホを置いてスマホも充電できるっていうスタンドになってました。まあ、今回はですね、この iPad 自体をなんとワイヤレス充電できるようにしてしまったっていうことですね。すごいっすよね、本当に。ちょっとまずね、開けてみましょう。いや、これでね、この iPad mini 6ね、さらに使いやすくなりますね。よいしょ。はい、じゃあまずケースを開けていきます。こちらがマグイージーケースプロ for iPad mini 6。ピタフローチャージャーってね、書いてます。もうピタフローっていうね、充電の仕組みが新しい技術を多分使ってるんですね。はい。オープンしていきますと、こんな感じになってます。ケースの本体がこちらですね。このようになっていて、まあ、この辺に、充電する仕組みがついてますね。で、ちょっとシールがついてあるので剥がします。はい。こちらが USB-C のケーブルと、これがなんか充電できそうですね、これ。こういう感じかな。まあ、こちらに使い方が書いてあるので、ちょっと装着してみたいと思います。はい。はい、で、こちらが iPad mini 6ですね。今はですね、こちらマジックススタンドを使ってますが、これはちょっともう剥がしますね。よいしょ。よし、剥がしまして。ちょっと別のタブレットとかにね、今後使ってみようと思います。一旦剥がします。よいしょ。はい、じゃあまずはですね、ケースを装着してみましょう。よいしょ。あ、で、あとね、このケースの下のところに、これ USB-C の端子がですね、出てますね。なので、ここに iPad mini 6の USB-C を接続した状態にするということですね。はい、じゃあ装着してみます。まあ、こういう感じで、上からスライドさせて、はい。装着すれば OK ですね。で、持った感じはこういう感じになります。まあ、持ち心地とかね、そのあたりもすごくいいですし、あとしっかりとこの上のところはですね、この Apple Pencil がくっつくようになっています。はい、ちなみに Apple Pencil なんですけども、こんな感じでですね、ホルダーがついていますので、このホルダーをこう挟んでおくことで、まあ、カバンの中に入れたりしてもですね、Apple Pencil が落ちないという運用もできます。使うときは、こう取り外して、ペンシルを使っていくことができます。で、使い終わったら、はい、挟んで、はい、こんな感じでつけることができます。まあ、仕組みは簡単で、こちらに、ね、ホルダーを装着するっていう形ですね。こんな感じになっております。で、多分この時点でですね、こちらの USB-C ケーブルを何らかの充電器の方に接続して、あとはこれをこうくっつけると多分充電できるんじゃないかと思います。はい。ちょっとやってみますか。じゃあちょっとこれでまず充電してみますね。いきます。はい。お来た。すごい。今これつけてるだけですよ。これをつけているだけで、しっかりと充電が。はい、来てます。素晴らしいな。はい。なので、まあ、一応このケースにマグネットで装着できる部分はついてくるので、まあ、これを装着するだけで、一応ね、マグセーフみたいな感じで充電はできます。はい。はい、じゃあ次ですね、ワイヤレス充電ができてしまうスタンドですね。こちらをちょっとね、開けてみたいと思います。はい。マグイージーチャージングスタンド4タブレッツって書いてますので、まあ、今後このシリーズがこの iPad Pro とかに、来た時にですね、使えるんじゃないかなと思います。いや、これ夢広がるな、本当に。はい、こちらがですね、スタンドになります。開けていきます。よいしょ。はい。はい、開けてきますと、まずこんな感じで入ってますので、若干組み立てが多分必要ですね。はい、取り出しました。で、ここに、
はい、この感じでつけて、下のネジを締めていくと。六角ネジも最初からね、入ってます。後ろに装着されてますね。ちょっと見えにくいかもしれないんですが、実はここにですね、USB-C が刺さるところがあります。はい、でちゃんと USB-C のケーブルもね、ついてますので、よいしょ。この後ろの方にですね、装着してみます。ここに C ケーブルを接続しますよと。はい。はい、こんな感じで固定しましたと。これで来たらめちゃくちゃね、すごいですよね。利便性すごい。はい。はい、来た。これはすごいわ。これはですね、iPad mini 6結構ね、自分まあ、充電し忘れてしまって、使おうと思ったら全然なかったっていうことも結構あるんですけど、これは、このスタンドをですね、ベースに、使っていけば、まずこの、まあ、バッテリー切れっていうのがない状態で運用できると思います。基本的に最近はこの iPad mini 6はですね、自分は普段作業してデスクの横に置いていてですね、MacBook Pro とユニバーサルコントロールしながら使っていたんですけども、まあ、その時に使ってる時はですね、有線のケーブルをつけっぱなしで使ってましたが、まあ、それやっちゃうと、まあ、やっぱり使いたい時にケーブルを外すっていう一手間がかかっちゃうんですよね。まあ、そのぐらい外せよっていう話なんですけれども、やっぱりケーブルが刺さってる状態から外すっていうのは結構心理的にですね、まあ、ちょっと面倒だなっていうふうに感じるんですけど、まあ、これだったら、まあ、ほんと持ち出したい時は、プッと、取り外して持っていく。で、スタンドに立てたい時は、はい、この感じで装着してあげるっていう形で使える。で、この向きとかもね、こう変えることができるので、これ非常にこれ使いやすいと思います。ちなみに元々あったスタンドと比べてみると、あ、サイズは一緒なんだね。サイズ的には一緒なので、まあ元々あったこちらのスタンドに、まあ、ワイヤレス充電できる仕組みが追加されたっていうのが今回のスタンドの特徴ということになりますね。下にもですね、これワイヤレス充電ついてるな。でちょっとスマホも充電してみようかな。はい、じゃあちょっと iPhone をちょっと置いてみます。あ、下も充電できる。で、上も同時いける。あ、来てます、来てます。同時充電できてますね。これやばいな。ちょっとまた一つ感動してしまったんですけども、下のこの iPhone の充電同時に、することができています。はい。いや、これはもう本当にちょっとね、固定で使うの確定ですね。まあ、自宅の作業場所にちょっと固定で使いたいです。で、あとこのケースがあることによって、この iPad がですね、ワイヤレス充電できるっていうことになる仕組みになってますので、今後これ iPad Pro とか、まあ、iPad Air とかですね、まあ、他の iPad にマジでこのケース派生してほしいですね。そうなると利便性が格段に上がると思います。で一応デメリットになるかもしれないところとしては、このケースをつけていると USB-C の端子が塞がれてしまいますので、データの転送とかで頻繁に USB-C を、まあ、他のデバイスと接続したいっていう方は、データの転送をケーブルで行いたいときにケースを外す必要が出てくるので、そこはデメリットだと思います。ただ基本的に iPad に USB-C で接続してなんかデータのやり取りとかしないよと。基本的に USB-C 使うのはもう充電のためだけで使ってますっていう方は、このケースとスタンド使うと格段にこれ利便性上がると思います。ちょっと説明しててね、これから使うのが楽しみすぎて、若干ちょっと鳥肌立ってるんですけども、これはね、いい。これは革新的だなと思いました。で一応最後にちょっとね、ざっくり外観見ていきますが、後ろ側はこんな感じです。質感はやっぱりこれアラミの繊維なので非常にいいですね。で、真ん中のところにこんな感じで、充電用のね、機構がついてると。マグネットですね。で、こちらの側面の方には Apple Pencil が装着できると。で、Apple Pencil は装着した状態でホールドできるね、部品もついてますので、まあ、それを装着した状態で使えます。はい、で、上のところスピーカーの穴が開いてるのと、電源ボタンですね。こちらは、指紋認証のセンサーになっているので、開いてる状態になってます。で、こちらロック解除できますよと。で、音量ボタンが上についてます。はい。そんな感じですね。で、USB-C のところは塞がれています。いや、ちょっとこれは感動しすぎたな。iPad Pro 用のケースもね、出てほしいなっていうところですね。これは非常にね、今後も楽しみにしたいと思います。ということで今日は以上になります。この動画が良かったら高評価、それからチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。